高桑雅彦は、株式会社 CQ エンターテイメントの会長を務めていた人物である。東京都出身。日本大学芸術学部卒業後、三菱新宅銀行本店不動産部勤務。同社退職後、CQ エンターテイメントの前身となる、有限会社ロイヤルフーズを設立、中華デリバリーテイクアウトチェーン店のチャイナクイックを展開。 東京都内直営店50店舗を運営支給成長。年商グループ70億円、従業員は、正社員200人、資本金1億1000万円、CQ エンターテイメントの会場を務めていた頃は、書籍、チャイナクイックストーリー中華のデリバリー要求成長の奇跡を出版したり、ソロモン流などのテレビ番組に出演したりと、積極的にメディアへ露出し、注目の経営者として、 脚光を浴びていた。また、各界の著名人や芸能人との交友が広いことでも知られており、出演したソロモン流の番組司会者である船越英一郎は大学の先輩であり、出演理由は船越英一郎が主催していた劇団マガジンのメンバーで学生時代から交友があったからと言われている。16歳から空手を始め、 全日本から手道具を10回板橋道場へ入門。国際から手道具を10回、全日本から手道具を10回、強し10回創始者である、山口強し玄憲政の三男、現会長、山口武史最高師範の下で直接指導を受ける。昭和57年度全日本から手道具を10回全国大会において、少年組手の部で優勝。大学時代、 国民体育大会予選東京特区主導選手権大会において青年団子中両級組手の部でベスト4、ベスト8。日本大学芸術学部入学後は日本大学校、柔流から手道部に在籍し、第40代首相を務める。日本大学校、柔流から手道部 OB には山口最高師範をはじめ、大山マス達が極神会館の前身である。 立教大学マウラに設立した大仙道場の初代師範、石橋正史師範、南本一郎師範、また沢村忠史など多数が在籍し、空手界の礎を築いた。現在、全日本から手道後10階公認4段除去。全日本から手道五十0役員評議員。チャイナクイックストーリー中華のデリバリー要求成長の奇跡株式会社日本経済界。 2006年11月6日、月刊空手道副賞堂、昭和60年11月号、月刊空手道副賞堂、昭和61年11月号、強し重流から手道共犯東京書店、1998年2月10日。ありがとうございます。